バットマン界のコスプレ衣装ができるまで帰らない。帰りたい、バットマン界です。小林ひろきです。帰りたい山下です。お願いします。新年明けましておめでとうございます。もう一回改めて、今回は何の衣装を作るんでしょうか。はい、はい、映画が公開されました。呪術廻戦ゼロの、乙骨先輩の衣装を作っていきたいと思います。でも、もうこれでも、ね、形としてはね、白、ね、にボタンつけて、ね、だいぶ違うけどね。白いからね。はい、やでも、ね、できましたって、ね、はい、はい、というわけで、衣装を作っていきたいと思います。衣装制作スタート。作り方とかは説明しない、本当にあの作業のお供にまったりと見る動画となっておりますの です、ね、皆さんもあの気を張らずにまったりと見てください。もしこれを見て衣装作るぞとはならないかもという。あと今回は映画のネタバレは存在禁止でございます。次回はネタバレ OK に。そうだね、まあ3週目におこつくんのメイク動画を撮るので、その時にはまあもうね結構経ってるから、公開1ヶ月ぐらい経ってるから、ミリゾって人は大体見たかなっていう。そうですね、いろいろもうネタバレ込みでゴリゴリの感想を話そうと思っていますが、今日はまだまあ良かったねぐらいで、うんうん、めちゃくちゃ上映回数あるねとかね、うん、あの新録のやつはさ、はい、本当にさ、あ、確かに確かに、デザイン一緒で色だけ違う感じなんですかね。本当上映回数めっちゃあるな。いやだってさ、あの最速の関数急遽増やしたみたいなさ、うんうんうん、2巻じゃない、2スクリーン、あ、スクリーンだったのは、7スクリーンとかに増やしたみたいな。あ、すぐ埋まっちゃったみたいなことか。そうそうそう。まだ全然本当に上映回数多いので。じゃあ、私は、今朝見た。ほやほやじゃん。今朝見た。やばかったでしょ。いやー、面白かった。私はね、初日が暇だったから。はいはいはい。うん、暇だなー、空いてるかなー、いっぱいやってるー、はい、見に行こうって時に、うん、さりげないクリスマスイブ暇だったっていう悲しい話でもあるよね。多分初日そうだよね。そう、まあまあね、空いてたんだ。暇だなーと思って、暇だなーと、うん、仕事等はないにしても、うん、予定もねえでやんのーっていう、なんでこっち見てアピールカメラを見て、私クリスマスイブ空いてましたから、暇だなー、暇だなーと思って、平日で昼間だからまあいけんだろうと思って見したけど、やっぱ回っててすげえなーって思いつつ、なんか鬼滅ともやっぱ見てる層が違う感じがするからさ、うん、それもそれでなんかすごいなって思います。なんか少年漫画してんなって感じの客層ちゃんとジャンプ読んでそうな男の子たち、はいはい、鬼滅のブームの時みたいな不慣れな方が来てる感じではなかったの。ファミリー層なんだね。いや、不慣れではあったけど、あ、なるほど、そうかそうか、オタクっぽくはなかったかもね。そうそう、ね、少年たちって感じ、はいはいはい、ジャンプって感じだった、うん、呪術のオタクの子にそのキングヌーさん の、うん、あの一途が、うん、一途いいよねみたいに言われてたんだけど、うん、なんかあんまピンとこなくて、はいはい、なんかあ、こんななんかアップテンポな感じの曲なんだみたいな、はいはいはい、アップテンポロックチューンみたいな、そうそうそう、だからあんまピンとこなくて、うん、たんだけど、その急にさ、そのエンディングがさ入るじゃん、うん、そうですね、映画だと、はい、これネタバレなのかな、まあ、まあまあ、そこでしょ、急にエンディング始まって、これ一途じゃねえじゃんと思って、うん、なんだこの歌、めっちゃいいそっちのがなんか、え、めっちゃいい曲急に始まったんですけど、ね、うん、これがエンディングテーマなんだと思って、なんかその別になんかその最速の人たちは結構騒いでたらしいんだけど、やっぱその界隈が違うからそんなの見てなくて、あ、これがエンディングテーマなんだって思ったまま、その日の M ステかなんか、ちょうど M ステかなんかのあれでキングヌーさんがテレビ初披露でエンディング歌ってて、年末の特番みたいな、そう、話題のエンディング、話題のアニメのエンディングテーマですみたいな感じで歌ってて、うん、染み渡るじゃんって思った年末でした、うん、はい、そのみんなが感想を書いてるのとかを読んだ上で、うんうん、あ、だから一途なんだって思うのを見たら、うん、一途の方もああなるほどねって思うことはもちろんあったんだけど、その本当に全然ペーペーの私からしたらすごい、え、めっちゃエンディングええやんってなった曲が確かにね、染み渡りました、染み渡った、いや本当に花澤さんの無垢な、うん、リカちゃんマジ怖くて最高だった、あ、そうね、いやー、すごいっすよね、激怖、そう、ね、これはサビなので、うん、再来週もいますやっぱみんな尾形さんの話をされるんだけど、うん、私はリカちゃんのあの純粋無垢、うん、激怖、お化け怖かった、うん、
あの前川井さんがさ、はい、テレビアニメの1話言ってたの時も言ってたけど、うん、やっぱ出だしちゃんとホラーっぽくやるなって。いや怖かった、後悔したもん一人で、ね、一人で見に行ったことを後悔して。でも昼間だったから、ね、これ夜に見てたら私はバルトナインの呪霊になって帰ってくる。川井さんはそう、あそこで負の感情に、怖いという感情の塊になって、そう、あそこで私は呪いになったまま帰ってこれなかったから低級の呪霊になるから誰かと群れてくるキングオブプリズム上映しろなんでそっちのバルトだからねいやでもそう、河合さんがさ、ツイッターに確かにさ、見に行ったって書いてて、うん、怖かったって書いてたから、うん、どっちなんだって思って、河合さんだから怖いあるじゃん。ああ、うん、苦手だからって、ね、そう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 。ちょっとホラー要素あると結構河合さん怖いっていうタイプだから。そうね。夏目友人帳の1話が見れば。そう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 。みんなちょっとこれ来たねっていう。そうなの、すごい心配される。うん、でも改めて見ると確かにちょっとホラー要素は。驚々しいという雰囲気は。忘れてたよね。うん。怖かったんだった呪術って、と思って。本当にさ、なんか鬼滅とかより怖いと思う。まあ、鬼滅は怖いね。鬼滅はマジで、キスはアンパンマン感覚で見れるじゃん、首飛んだねって。いや、アンパンマンの首飛んだとは違うけど、鬼滅もグロなんでは。そう、グロですね。大人のがいろいろ考えて怖いなって思うかもしれないけど、ね、子供のが意外と普通には飛んだぐらいの気持ちだけど、呪術のがお化け怖いだから、まあ確かに怖い雰囲気が強いよね。アンパンのヒーローだから、うん、なんか許されてるの。許されてる。やってこって一緒だね。顔にカビ生えちゃうけど、そうですよ。カビ、顔が腐っていったりカビ生えたりって言ったりとか、ね、だってアンパンマンも首取ればバイキンマンの勝ちなんだよ。おみの方になっちゃうじゃん。そしたら取れたと思った首がすげえ変わって、さらに抑えかかってくれて、ホラーでしか何でないんですよね。だけどさ、予告でさ、ドラえもんのさ、うん、リトルスターウォーズのさ、はいはい、予告見てさ、なんかちょっと泣いちゃった、始まる前から。絶対に 100% 間違いなく、これは、間違いなく文句を言うんだけど、はい、絶対にね、絶対に 100% 文句を言うんだけど、私は無限探検士もリメイクしてほしいのよ。絶対に文句言うのは分かってない。それで、ね、昔のが好きだから。そう。でも、やっぱ 見たい、今の感じでも見たいし、今の子供たちにも見てほしさはあるから、その無限三剣士という名作映画を見てほしいから、やってほしいの、リメイクは。でも絶対に文句言う時期はある。なんで老害も、老害も含んでアピールするの。だって絶対挿入歌嫁の人じゃないと嫌だもん。そうね、まあね、しよう、そこが同じとは限らないもんね、おそらくね、っていうところ。演出も変わるからね、どうしても。そう、演出も変わるのよ。日本誕生なんかマジですごかったよ。ギガゾンビっていうね、敵と戦うんだけど、日本誕生って、はいはいはい。まあ、昔のドラえもんのギガゾンビとの戦いって、まあ、大したことないのよ、全然。そうですね。うん、戦ったら拍子抜けするから。そうそうそう。そうそう、なんかすげえ、すげえ怖いんだけどね、ギガゾンビに会うまではすげえ怖くて、すげえ怖いんだけど、勝ち方が別にそんなに、もうね、結局タイムパトロールエンドだし、そうですね、だ全然なんか、そんな戦ってる感はないんだけど、うん、新しい方のドラえもんは、もう電子世界のギガゾンビ、バチバチのギラギラみたいな。めっちゃ戦うんだ。めっちゃ戦うし、なんかめっちゃ、なんかロボットみたいな、なんか。はい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 、すげえすげえすごい、もう見てほしい、あのギガゾンビの戦いだけでもいいから。なんかそれまでにやっぱ違うところが結構ありすぎて、好きなところなくされたりとか、ドラゾンビ温度とかなくされてるから、私はドラゾンビ温度が一番好きなのに、ドラゾンビ温度カットされてしまったから、そこでもう見えるのやめたって一回やめたんだけど、ギガゾンビの戦闘シーンをすごい長く撮ったことによって、ドラゾンビ温度がカットされてしまったことに対してはすごく怒ってるんだけど、本当にギガゾンビは怖い。怖いよね、ギガゾンビね。結構子供見るとドラえもんじゃないかってくらい、本当めちゃめちゃ怖い。そう、子供の頃土玉が怖かったでしょ。怖かった、あいつ一番怖いんだよ、土玉。でもね、新しい方だと怖くないの。それがちょっと嫌だったの。あ、もしもーし、画伯、もしもーし、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。お、聞こえるかな。ちょっとあの絵を描いてほしいんだけど、来れる？なんとかします。来んの？そう、ちょっと久々に職員に依頼したいことが、発注をしたいなと思いまして。呪術廻戦見た？新しいやつ、劇場版。マジエヴァだったね。マジエヴァではあった。このマジエヴァの、エヴァ初号機みたいなものを描いてほしいなっていう。そうなんです。エヴァで言う、マジエヴァ、使徒の方です。で、エツラは使徒の方でも、シンジ君が乗り込む、あのシンジ君好き好きの人を、そう、
はい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 、はい、あれを書いてほしいんですよ。あのこのこの押し入れの壁ぐらいの大きさの。そうね、あの河合さんの背丈をちょっと超えるぐらいの大きさで。なるほどね、リカちゃんを描けばいいのね、河合さんキュッと。あ、勘がいい。あ、そうそう、うん、そういうことですよ。そう、リカちゃんがいたらいいなって思うんですよ、うんうん、なるほどなるほど。小林だとその画力の方が足りないなという気がするので、そこはやっぱ画伯である松井さんにお願いしたいなという。あ、いや仕事が入ったらしょうがないね。そうですよね、やってくれんの。じゃあ一回飯食べしたい。じゃあ後であの、ね、どこまで進んだかまた連絡するんで。はい、あの中古回してくれればいいんで、本当昔の24時間テレビとして中継でどうかなっていう振りが来れば。はい、言って。了解です。あと基本的にコメントで見てます。いいですね。ありがとうございます。さすが松井さん、略してサスマツですね。松井さんとのご電話でした。ね、まあリカちゃんの発注が無事ね。そうですね、できたという。そうですね、一応まあ発注してみたので、発注ができたので、どうなるかわからないですが発注はしたので、うんうん、小林にはメガホンを、そうですね、どうにか打っていただくか。集められた人を作ってもらうか。怖すぎるね。集められた人か、ここの部屋を封印で、オフ台いっぱい、ね、なんかオレンジの関節照明みたいなやつを見て、うん、変な木みたいなの生やしてもらって、カーイさんはそこで体育座りして、うん、そうですね、ヤマピーが明確してそこに現れる。やめよそれは、怒られる。だからカーイさんがそれ見て出てこないっていう。そうですね、この先生じゃ嫌ですつって出てこない。チェンジ、ちょっと違う、もっとイケメンでお願いします。その学校には行かないです。いやでもさ、そうなんかまだ鬼滅の頃はさ、最速できなかったでしょ、はい、確か、うんうん、時期的に。そうだね、その12時のやつだね、うん、やっぱさ最速で見れるっていう世の中に感謝よ、うん、やっぱ楽しいもん。だって年末もさ、そのコミケには行ってないけどさ、はいはい、そのね、やっぱコミケのある年末ってやっぱウキウキするからさ、オタクだから、なんか普通の年末、今まで過ごしてた年末が帰ってくるとやっぱ嬉しいよな、うん、年末年始にさあったさ面白いことってさ、はいはいはい、考えるとさ、うんうん、美味しくない焼肉屋の話しかないんですけど。美味しくない焼肉屋。はいはい。それはあれですか。あれはあれ。どう思いますか。小林さん、非常に楽しかったですよ。あれは。楽しかったですね。だってあれはエンターテインメント求めに行けるから、楽しくないとダメなんですよ。まあ、美味しさじゃないんです。そう、まあ、そうですね。久々に行ったし、うん、久々に行ったからには楽しみたいしっていう。年末だし、なんかその、うん、ね、その食べ納め、そこのね、うんうんうん、納めみたいなとこもあるから、うん、なんか。いつもは2000円で、食べ放題ドリンクバー付きのコースなのよ。なんだけど、まあ、そうクリスマスだったしちょっといいコースっていうのがあるんだよ、はいはいはい、それもでも2500円ぐらいだよね。そうそうそう、ほんと500円ぐらいになって、うん、でちょっと頼める肉の量、種類とかがちょっとだけ増えるっていう。牛肉増えたみたいな、はい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 、牛タンのおいいじゃん、それもあるんだって、絡みあるんだみたいな感じ、はいはい、ちょっといいコースにしたのよ、うん、ちょっといいコースにすると、うん、その食べ放題のメニューの中にデザートが追加されるのよ、うん、おいいじゃないですか。そういつもはないのデザート、うん、で、あデザートあるじゃん選べんじゃんってなって、うん、私はもう糖分が欲しかったから、はい、もう最初からアイスを頼もうと思って、うんうん、アイスがそのバニラアイスと黒蜜きな粉とチョコソースとみたいな、いろいろソースが選べる感じであったの。いいじゃん、そういいじゃんってなって、でそのちょっとした説明が書いてある肉とかもあるわけよ。なんか定番とかさ、これが一番おいしいとか、まあ一生懸命書いたんだろうなっていうそのあんのよ、コメントが。お店の人さ、その日本の方じゃないからさ、うん、頑張って日本語打ったんだろうなっていうさ、うん、文章が書いてあってさ、はい、で私はさチョコソースアイスが食べたかったわけですよ、うん、私はチョコソースアイスが食べたかったのでチョコソースアイスのページを開いたんですよ、はい、その時の説明文がこちらです、はい、私はチョコ肉動物です。チョコ肉動物、はい、こわって、はい、実はよくわかんないですね、誰のセリフなのそれは。チョコ肉動物、チョコカタカナで肉動物感じって
すごいっすね、何それ何のソースって。もう怖くてさ、何のソースかかってくるんだろうと思ってチョコ肉動物のソースかと思って。黒蜜きな粉とかは、はい、日本の味みたいに書いてあったの。あ、じゃあ日本みたいな、うん、まあまあまだからね。バニラアイスは定番みたいな感じで書いてあったの。チョコ肉動物だけが全然意味わかんなくて、うん、でももう私はチョコ肉動物のアイス食べたかったからチョコ肉動物、あのこれがねチョコソースだと信じてね、まあ、まあそうですね、チョコ肉動物はね一応そう書いてあるから。そうだから、はい、そのチョコ肉動物のソースのアイスを頼んだんだけど、うん、そのチョコ肉動物ソースのアイスが、うん、チョコ肉動物のソースが、うん、めっちゃめっちゃ刺激的で、刺激的ここはね、怖い話のゾーンだよ。こっからちゃんと怖い話だよ。だってチョコでしょ。そうそう、だから甘くて、ね、まあ、せいぜいほろ苦いかもなってぐらいを想像して。最初は普通に美味しいなと思って食べてたんだけど、なんか最後の方になるにつれて、なんかちょっとなんか日本酒みたいな味するなと思って、そうなんかアルコール間違えて入れちゃったんかなぐらいの、あ、チョコのお菓子アルコール入ってることとかもあるしね、うん、なんかそういうかなって思って、でもう一口食ったらビリってなって、ビリってしたと思って、ピッとしますって言ってコナン君からその先輩とかにもペロってしてもらって、ちょっとしかないのをペロってなっただけだから、うん、いやこれはチョコが苦いだけだよみたいな、うん、確かにちょっとピリッとするけど、チョコが苦いからそのアイスの甘さと相まってそういう感じになるんだよみたいな。あ、はいはい、まあでもチョコ肉動物のソース食べたの初めてだからなと思ってそれの正解知らんし、こういうもんかと思って、はい、でまあその私はもう最初に食べたかったから最初に頼んで一人でチョコ肉動物のソースを味わって、まあ、そっかって思ったんだけど、うん、最後にみんなやっぱデザート頼むってなって、まあ一人先輩がチョコ肉動物のソース頼んで来たの食べたら、うわっって避けてる食べたものを、これはこれはダメだ、毒だ、毒正式に毒やっぱ毒だったんですね、うん、そのちゃんと食べた先輩も、うん、あ、酸っぱいっつって酸っぱいんだ、これは違うって、人によって感想が微妙にずれてるのも怖いな、本当にあのそのね、あのチョコが苦くて、うん、そうなんだと思ったけど、これはヤバいやつの味だって、お腹の心配しながら帰ったっていう話大丈夫かなこれ食っちゃったけど松井さんからビデオでおです、ほら松井さんが、松井さんです、おまずら映してくれてる織本さんを、おー、やっぱ絵がうまいな、ね、画用紙何枚分ぐらいですか、これサイズ的には、そうね、手とか一緒に写してサイズ感とか分かったりは、でもその紙、A4、 これ A4 か、わでかいな、こちらファックスで順次送っていきたいと思います。1枚ずつか、やっぱそうなったか、だってなんか新宿のロッカーの下とかそういう隠し方する、あかっこいい取引のやり方、作業を続けていきます、ありがとうございます、リカちゃんありがとうございます、いい感じですね、面白トーク戻します、はい、お願いします、なんで前髪直したの、できてたの、ほぼほいですね、ほぼできです、ほぼできほぼできほぼでき、完成です、完成しました、また食べるので蓋は後ほどつけます、というわけで今週もありがとうございました、今年もよろしくね、松井さんからのリカちゃんも多分届くと思います、全貌を見たい人はぜひとも